アントン・ブルックナーの公共曲、第2番派担長は1872年に最初の校が完成された公共曲であり、彼が番号を与えた2番目の公共曲にあたる。1868年44歳のブルックナーはウィーンに移り、ウィーン音楽院の通奏低音、単位法、オルガンの教授とウィーン宮廷礼拝堂のオルガン奏者の地位についた。同時に、 それまでのリンツ大聖堂とリンツ私立聖堂のオルガン奏者の地位はその後2年間兼任した。翌1869年4月にはナンシーへ旅行をした。その後パリにおきオルガン演奏会を開いたところサン・サーンスやフランクに絶賛される。これに自信を得たブルックナーは1871年にロンドンでオルガンコンクールに出席し8月には 1> 第1位を獲得した。その後しばらくロンドンで過ごした後、10月11日に第2公共曲を書き始めた。ブルックナーは公共曲第1番の後、1869年に二単調の公共曲を作曲し、当初この作品に第2番の番号を与える意図と思っていたが、出来栄えに自信をなくしこの作品を封じてしまった。 この作品は1872年に初行が完成し、同年、この校による初演を第一公共曲に感動した友人である指揮者デスソフにより計画されるも中止された。理由は、パートフを見たオーケストラ団員の一部から演奏、不可能との意見が出るなど騒ぎが大きくなり、デスソフ自身も第二公共曲に対し十分な理解や共感を得られなかったことによる。そのため、 翌1873年に改訂がなされ、同年10月26日に、ブルックナー自身が、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を指揮して、この曲は初演された。1876年、この曲の再演に際して、細部の改訂がなされ、翌年には、ヘルベックの助言により、この曲は大幅改訂された。この際、ブルックナーは、第二楽章と、 第三楽章の順番を入れ替え、ベートーベンの公共曲第九番のように、第二楽章に置かれていたスケルツを、より伝統的な位置である第三楽章へ戻した。その後、初版出版に際して1891年から1892年に細部の改訂がなされた。初項が約70分、第二項が約60分である。フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス1892年、ドブリンガーン社から初版が出版された。これは、1892年までの改訂に加え、さらに弟子の工程が加わっていると言われる。その後、国際ブルックナー協会の原点版編纂により、1938年に、 ハース版が出版された。ところが、このハース版は、1877年校をベースにし、一部1872年校を採用したものとなっていた。ローベルト・ハース自身そのことを明記して出版したが、このような肯定姿勢は後に、レオポルト・ノバークが批判するところとなった。国際ブルックナー協会の肯定作業がノバークに変わった後、まず百六十五年に、 1877年校に基づくノバーク版が出版された。これはハース版から1872年号を排除したものである。当時は単にノバーク版と称されたが、口実の通り、後に1872年号が出版されたため、これは第二項とも呼ばれるようになった。ノバークは1872年号の校程、出版も計画していたが、 それを実現せず1991年に死去した。その後、ウィリアム・キャラガンがこの公共局の皇帝を引き継ぎ、1872年校、1873年校を皇帝するとともに、1877年校を再皇帝した。1872年校、1873年校については、1991年に、 クルト・アイヒホルン式リンツブルックナー管弦楽団が CD 録音した。これらが収録された CD の解説書にはキャラガン自身によるこれらの項の解説が含まれていた。2005年には国際ブルックナー協会から1872年項が出版され第一項と呼称するようになった。同時にそれまで出版されていたノバーク版第二項もキャラガンが再肯定し、 1877、1892 18年校と称して出版されるようになった。キャラガン1872年校は、第1、第4と、感情学賞において、ハース版、ノバーク版との大きな違いがある。また、スケルツォ学賞の順番が、感情学賞と入れ替わっており、第2学賞に、スケルツォ、第3学賞に、感情学賞が置かれている。 ハース版として出版された譜面には、第2楽章、第4楽章にと記されて囲まれた箇所がある。これは1877年校では本来存在しない部分であり、ハースもそのことを明記していた。ノバーク版、第2校は1877年校を再現したとはいえ、ハース画で囲った部分の譜面はそのまま残した形で出版した。なお、 キャラガン1872年校と1873年校は第4学章の後半から集結部に大きな違いが存在する。現在の出版符は1872年校イコール第1校、1877、1892年校イコール第2校として扱われている。1873年校については現時点では未出版である。 キャラガン1872年校が出版後、若手指揮者を中心に、ここ数年でキャラガン1872年校での演奏、録音が増えている。モデラート・ノバーク版、ツィムリック・シュネル・ハース版・ハタン長、4分の4拍子、ソナタ形式、バイオリン、ビオラのトレモロの中から、チェロが第一主題を奏し出す。いわゆるブルックナー開始である。チェロの普天リズムが、 バイオリンに移ると、トランペットの三連音符と付点による、信号風リズムが現れる。第一主題の確保と発展が行われ、次第に力を弱めると、ティンパニが、それまでトレモロを続けていた、G 音を PPP で三連出し、一小節の休止の挟んで、第二主題部へ移る。第一バイオリンの浮遊するような音形の下で、チェロが変歩調調で、第二主題を提示する。現に、 新しい推進的な恩恵が現れた後、第3主題も変歩調調で、オスティナートの伴奏の上に、木管で提示される。次第に紅葉し、金管が、普天リズムの信号動機を奏して、頂点を作る。静まって弦が残ると小結尾に入り、愛らしい小結尾主題が、オーボエ、クラリネット、ファゴットへと受け継がれる。休止の後、ビオラのトレモロが現れ、 低音源が第一主題の断片を出して、展開部へ入る。展開部は、主に第一主題を扱いながら高揚し、第三主題の伴奏の音恵や、第二主題も加わる。やはり休止の後、再現部へ入る。第一主題は今度は、勘も加わって豊かに再現されるが、第二主題、第三主題、小結尾ともに、型通りの再現となっている。コーダは。 比較的長大で、低減の第一主題の断片が繰り返されるが一旦、絞む。再度、第一主題の断片が繰り返され、信号動機も加わって、クライマックスを作り上げる。一度静まってからチェロが第一主題を奏で、ファゴットとフルートに導かれて、また頂点を作って曲は終わる。なお、キャラガン年では、展開部にがあり、展開のが、 幾分長くなっている。アンダンテ、ファイアーリヒ、エトワスベベークとのバーク版、アダーチョ、ファイアーリヒ、エトワスベベークとハース版権威長長4分の4拍子、ロンド形式。放越的な音楽で、後の壮大なアダージョの方ががここにある。形式はいつものように、ベートーベンの公共曲第9番の感情楽章から来ている。弦のオルガン風な響きに導かれて、 第一バイオリンが静かに入話に A を奏で大意法的に進む。木管も加わり、バイオリンとビオラの応答にファゴットも加わると半小節の休止があり、B が弦のピッツェカートとホルンで現れる。弦のテーマを木管が受け継ぐ B の後半部分は1877年頃でカットされたが、上述の通りハース版ではで残されている。 A の二度目の再現で、クライマックスが築かれた後、それ以前にも兆しを見せていたミサ曲第三番へ、単調のベネディクトゥスが明確に引用される。コーダでは、主要主題を扱いながら曲は静かに結ばれる。最後の旋律は、ハース版が、ホルンで奏され、ノバーク版とキャラガン戦8 7 2年号では、クラリネットで受け持っている。なお、 キャラガン1873年頃では、コーダーのバイオリンソロに至る下りが、バイオリンソロ学説で長く演奏されるが、1872年頃には、この学説はない。スケルツォ、名刺ヒシュネル、トリオ、グレーシーズテンポ同じテンポで。ノバーク版、スケルツォ、シュネル、トリオ、グレーシーズテンポ同じテンポで。ハース版、破綻調、3分の4拍子、3部形式。 ソやなスケルツォで、ブルックナーの原始的な性格がここに反映される。トランペットとトロンボーンを除いた全楽器でスケルツォ主題が強烈に提示される。トリオは波長調でレントラー風なもので、バイオリンによるトレモロの上で、ビオラが主題を奏していく。ハース版とキャラ眼光では、スケルツォ提示部、再現部とトリオにそれぞれ反復が指定されている。第1番。 第0番公共曲と同じくコーダがついているのは初期の特徴である。フィナーレ、ツィムリックシュネルのバーク版。フィナーレ、メアーシュネルハース版破綻調波長調、2分の2拍子。そなた形式。バイオリンの細かい動きで静かに始まる。徐々に力を増し、ホルティシモで第1主題が示される。冒頭部分がもう一度現れた後、第2主題は異調調で示される。 ヘタンチョウミサ曲からは、キリエが引用される。コーナーでは、波長長に転じて、全曲を明るく締めくくる。ありがとうございます。